名前は山木ひろとです。出身は山形県で、出身高校は、鶴岡工業高校といって、留学とは全く無関係の高校を卒業しました。で今は、ペンシルベニアにあるライカミングカレッジというところでバスケットボールと勉強をしています。バスケットボールに興味を持ち始めたのは8歳ぐらいですかね。小学校に 1、2年生ぐらいの時に、父親が NBA 見てたんですね。バスケットボールってこんなにエキサイティングなスポーツなんだなと思って、でその例えばコービー・ブライアントがシュートをしてるとこ見たり、レブロン・ジェームスがダンクしてるとこ見たりすると、あ、僕もこんなこういう風になってみたいなって思うわけですよ。そこがやっぱりバスケットボールをした理由でありますし、僕が今アメリカにいる理由でもあるのかなと思います。バスケットで稼ぎたい、バスケットプロバスケットボール選手になりたいという 夢があったんですよ。高校2年生頃ですかね、そういう時にスラムダンク奨学金っていうのがあるから応募してみようって思って、応募したんですよ。そしたらなんかずるずるとそうプロセスが進んで、最終的にじゃあ次は君の番だよって言われて、それで高校3年で高校卒業後、アメリカのコネチカット州にあるサウスケントプレッパーハイスクールで1年間バスケットボールと、勉強、大学に入るための勉強をしました。スラムダンク奨学金に受かったっていうことは自分にとってもう人生が180度変わるぐらい大きな出来事だったんですけど、それを経て今ライカミングカレッジに入ってるっていうのもすごい大きいことで、自分のアメリカでバスケットボールするっていう人生をもう引き伸ばしてくれたし、そこで4年間バスケットボールプレーできて勉強もできるっていうのは自分の人生にとってとても財産になることだと思っています。なんでしょうね、衝撃、あ、これアメリカだなと思ったエピソードなら結構ありますね。とりあえずアメリカ人はよく喋ります。よく喋ります。でも僕そこアメリカ人の強みだと思うんですよ。授業で言ったら挙手発言する回数が全然違って、日本だと例えば 2、3 人がすごいいっぱい手を挙げる感じですけど、アメリカの場合はもうみんなが手を挙げて、僕はこう思う、私はこう思うって、本当にその環境にいると、ああやっぱアメリカ人はすごいなって、アメリカ人はやっぱ自分の意見を持って、で自分でもう僕はこう思うんだって、私はこうなんだって言ってるのがやっぱすごい日本人にとっては魅力ですね。アメリカはすごい競争率が激しいです、日本より。そういう環境の中にいるとやっぱり悔しいこといっぱいあります。でもそういうのでなんでしょうね、こうへこんで、あ、俺何もできないんだなって思うよりも、そういうのを認めて自分こういうのできないんだ、だったらもうこれできるようになろうって、そう常に自分に言い聞かせてほしいなって思いますね。